今回の学習項目は、公衆 Wi-Fi の安全な提供のために、公衆 Wi-Fi の利用者を守る、です。来訪者へのサービス向上のため、公衆 Wi-Fi を提供する施設が増えています。公衆 Wi-Fi を安全に提供するためには、どのようにすればよいのでしょうか。まずは、公衆 Wi-Fi の利用者を守るという観点からのセキュリティ対策です。今回はこうした内容を学習しましょう。近年、来訪者へのサービス向上のために公衆 Wi-Fi を提供する施設が増えています。例えば、商業施設であれば、待ち時間にインターネットに接続して各種サービスを利用してもらうことができますし、施設に関する情報を提供することも可能です。観光地であれば、国内外からの観光客に対して観光情報を発信することも考えられます。一方、公衆 Wi-Fi を提供する場合、適切なセキュリティ対策を取らないと、利用者の端末や提供者のネットワークへの不正アクセス、利用者の通信内容の盗聴、提供者の機器のサイバー攻撃への悪用など、公衆 Wi-Fi の利用者や提供者、そして他のネットワーク、端末にも被害が生じてしまう可能性があります。これから公衆 Wi-Fi の提供にはどのようなリスクがあるのか、そして具体的にどのようなセキュリティ対策を取ればよいのかといった内容を学習して、公衆 Wi-Fi の提供に際して実際の環境に応じたセキュリティ対策を取ることができるようになりましょう。今回は公衆 Wi-Fi の利用者を守るという観点から4つのセキュリティ対策のポイントを学習します。1つ目のポイントは、利用者への適切な情報提供です。公衆 Wi-Fi の提供者や提供条件などが明らかにされていないと、利用者はその公衆 Wi-Fi を安心して利用することができません。公衆 Wi-Fi を提供する際は、例えば、提供者の情報、料金などの利用条件、SSID、Wi-Fi 部分の暗号化方式などのセキュリティ対策、偽アクセスポイントなどの危険性と、利用者が取ることのできる対策といった内容をあらかじめ利用者に提示するようにしましょう。2つ目のポイントは、Wi-Fi 部分の暗号化です。Wi-Fi 部分を暗号化することで、Wi-Fi 部分において通信を盗み見られるリスクを下げることができます。暗号化を行う場合は、基本的にWPA2AES による暗号化を行いましょう。現在は WPA2AES よりも新しく強固なセキュリティを実現した WPA3 という暗号化方式も実用化されています。WPA3 は現時点では対応機器が限られるものの、今後暗号化方式の主流となる可能性が高いため、新たに公衆 Wi-Fi を導入する場合は、WPA3 への対応も検討すると良いでしょう。なお、Wi-Fi 部分の暗号化を行った場合は、暗号化に必要となるパスワードを利用者にどのように伝えるかが問題となります。パスワードを掲示して、誰でも知ることができるようにすると、通信内容を盗み見られたり、偽アクセスポイントを設置されて、情報を騙し取られたりする可能性が高くなってしまいます。したがって、公衆 Wi-Fi の利用者にのみパスワードを記載した紙を個別に配布する。パスワードを定期的に変更して、パスワードを知り得る人数を少ない状態に保つといった対応が望まれます。3つ目のポイントは、偽アクセスポイント対策です。公衆 Wi-Fi のアクセスポイントのなりすましを行う偽アクセスポイントが問題となっています。
具体的には、悪意のある第三者が正規のアクセスポイントと同じ SSID を持つ偽アクセスポイントを設置し、接続してきた利用者を偽の認証画面に誘導して、入力された ID、パスワードやメールアドレスを騙し取ったり、通信内容を盗み見たりする事例が発生しています。この偽アクセスポイントへの対策として、公衆 Wi-Fi の提供者は、利用者に対して正規のアクセスポイントであることを認識してもらえるようにすることが重要です。例えば、公衆 Wi-Fi の認証画面を HTTPS 化して、その画面のドメイン名全体を周知するといった方法が考えられます。4つ目のポイントは、端末同士の通信の禁止です。公衆 Wi-Fi では、互いを知らない多くの人の端末が同じアクセスポイントに同時に接続します。この時、アクセスポイントを介して端末同士の通信が可能になっていると、悪意のある第三者が公衆 Wi-Fi を通して他の利用者の端末に対して侵入や情報の摂取などを行う可能性があります。こうした状況を防ぐため、公衆 Wi-Fi のアクセスポイントに接続した端末同士が通信を行うことができないように、アクセスポイントなどの機器を設定しましょう。今回の講義のまとめです。近年、公衆 Wi-Fi を提供する施設が増えていますが、公衆 Wi-Fi を安全に提供するためには、適切なセキュリティ対策を取ることが重要です。公衆 Wi-Fi の利用者を守るという観点では、4つのポイントを確認しましょう。1つ目のポイントは、利用者への適切な情報提供。2つ目のポイントは、Wi-Fi 部分の暗号化。3つ目のポイントは、偽アクセスポイント対策。4つ目のポイントは、端末同士の通信の禁止です。これらのポイントを確認して、公衆 Wi-Fi を利用者にとって安全な形で提供しましょう。さて、次回の講義では、公衆 Wi-Fi を安全に提供するためのポイントを、公衆 Wi-Fi の提供者自身を守るという観点から学習しましょう。